っていうことですから、7番手までなっちゃうと思いますね、やっぱり。苦しいですよね。苦しいですね、はい、ただ、3番手、4番手くらいまくっても、まくりマークという形になってないというところが、一つポイントですかね。ま、はい、もなく選手が、第4レース、バンクに登場してまいります。その決まりとの組み合わせで、3レースは、なんと、満車券が車番では飛び出しているという競争になります。では、実況にまいりましょう。第4レースです。第10回共同通信社5日目の久留米競輪場です。第8回大会から4日制に変わりました。その名古屋の大会は五冠新車が勝ちました。昨年の花月園は神山雄一郎が勝っております。その五冠と神山が今日最終12レース中野カップで別戦で対戦するような形になります。レースは第4レース連勝単勝に変わりました。 S 級選抜戦です。1番神奈川の渡辺秀明、2番大阪の川原義明、3番が福岡の安野浦幸、4番岐阜の古谷聡、5番が静岡の梶原亜幸、6番香川の中澤雅美、7番群馬の浅見和人、8番大分の小野俊幸、9番奈良の大井博俊、以上9人の対戦です。第4レース選抜戦連勝単勝に変わりました。展開3分戦、大阪の川原、それから静岡の梶原子、そして地元九州大分の小野俊之、孫本さん77回生ルーキーチャンピオンの小野がちょっとこう壁に当たったのか。そうですね、まあなんていうかレースで覇気がないですよね。あ、そうですね、まあ、負けてもねその覇気が、ね、うん、あったら希望が持てるんでしょうけど、はい、期待されただけにちょっとこう地元ファンとしても物足りないですよね、はい、そうですね、やはりあの力的には本当に吉岡選手もね、はい、認めているようにすごい力を持ってますからね、特にこのところそのルーキーチャンピオンの2着になった岡崎が急激にね先行力で売り出してきましたからね。そうですね、まあ彼もちょっとね壁に当たったような感じですけど、はい、もう今乗り越えましたね。そうですよね、完全に一皮向けましたから、はい、そういった意味ではこの小野もやはりこの大きな大会できっかけをつかんでもらいたいですよね。そうですね。さあ大分の小野先行を取りました。昨日予選も9着に敗れております小野です。そして2番の川原が現在2番手、4コーナーをカーブしました。3番手には9番の大井であります。それから3番の安野浦幸、その安野浦が2周回目で小野の声に上がってきます。後ろは6番の中澤雅美、それから5番の梶原幸、1番渡辺秀明、そして7番の浅見最高峰です。小野が前を取って3番安野浦幸と地元九州勢前段ですね。そうですね、はい、6番選手がつきませんかね。そうですね、前受けしたからつかないんでしょうね、うん、前受けして、はい、結局こうなると梶原子、そして渡辺の南関東ラインが主導権を取りそうな感じということでしょうね、はい、中澤が後方に車を下げました。浅見の後ろに引いております。したがって後ろは4人のラインになりました。小野がやはり前を取ったということでまくり勝負かなという感じなんでしょうかね。まあ、それとやはり巻き返さなかったら9番手になりますからね。あ、そうですよね、まあ、それが嫌なんでしょうね、うん、現在の調子から見ても、まあ、カジアロン先行で昨日動いた渡辺ということであれば2段掛けのような感じになりますもんね、はい、まあ、十分考えられますよね、はい、その川原が今現在3番手回り、後ろ9番の大井、それから4番の古谷と中段は中部近畿ラインがつないでおります。静岡の梶原校、後ろ6番手回り、神奈川の渡辺、そして群馬の浅見、これが前段の4コーナーカーブして残り2周半ばです。後ろから6番手の梶原子が早くも動いてきます。中段からは川原がさあ眉をかかって小野がペースを落としました。早くも梶原子先行であります。早くも梶原子先行です。2番手渡辺、3番手が7番の浅見和人、そして2番の川原が中段から動きました。さあ中部近畿勢が動いて後ろから今度は小野が行きました。小野が今日は思い切って先行を取ります。打掌から小野が飛び出しました。3番の安野浦幸、そして6番中澤がこれにマークをつけて3番手。さあセンターから今度は梶原子、一旦引いた梶原、そしてインコース2番の川原です。直線コースになった小野先行です。小野先行、残り周から5番の梶原子行った。梶原外から小野をかわしました。
風は先行です。2番手渡辺、それから7番の浅見、インコーちょっと3番のアンドラコを粘っている。小野もバントのインコース粘った。後ろから今度は川原、待った。あと200、川原、9番の大井、この中部近畿ラインにまくってきます。3コーナーか4コーナー、完全団子状態。さあ混戦から先頭2番の川原に勝った。4コーナー直線です。2番手9番の大井、その大井か川原か、外4番古谷が来ました。第4レースライン戦、激しい攻防になりました。展開が目まぐるしく入れ替わりました。非常に小松さん、目まぐるしく展開、ライン戦の醍醐味という感じで変わりましたね。そうですね、やはり小野選手が、ね、積極的に動いただけに、ね、レースも激しくなりましたよね、はい。まあ、それにしても本当に川原選手の、ね、まくりが良くてね、はい、そして番手の大井がちょっと伸びを欠いたところ、4番の古谷が3番手から差し込んできました。なかなかこうこのレースは本当にライン戦妙味があって、最後は古谷がねかなりいい勢いで、古谷聡、それから2番の川原、これも1着争い、番手の大谷ちょっと遅れました。画面を見ると尾形さん、かなり古谷が差し込んでいる感じですね。そうですね、いい伸びだったですよね、はい。4番の古谷、それから2番の川原、番手の大谷ちょっと遅れました。この4番2番の1着からそういったお伝えをつきます。正式決定までしばらくお待ちください。3番手から古谷がよく飛びました。まくった川原との1着からそういです。第10回の共同定です。第4レース1着4番古谷聡、2着2番川原義明、3着9番大井博俊、連勝短式枠番4と2の組4950円、4と2の組4950円、車番4番2番12200円、4番2番レースの勝利選手インタビューです。おめでとうございます。はい、おお、かわいいね。似合います。古谷選手もかわいいけど、はい、見えますよ、ちゃんと似合います。はい、それじゃあ尾形さんと振り返ってください。素晴らしい伸びでおめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。まあね、初日がちょっと後方で凡走ってみたいな感じでね、はい、展開的に恵まれませんでしたけど、はい、今日は本当にいい伸びでしたね。いや、たまたまです。なんか冬場は苦手というようなことを聞いたんですけど、冬場はまともに走ったことがないんですよ。なんか怪我で入院生活かなって。どうですか、じゃあ今日はあんまり寒くないというような感じですか、これ今日。いや、やっぱ気合入ってるんで寒さは感じないです。そうですか、はい。まあ、ここでね、最悪の9番手どうなるかなというような感じを持ったでしょう。あの、川原君強いし、前の大井さんもしっかりしてるんで、はい、まあ、ついてきゃなんとかなるかなと思って、その信頼感が、安心してました、はい、信頼しました。まあ、どこで抜けるかなっていうか、いや、抜けるかどうかわからんかったですけど。そうですか、はい。この4コーナー踏んだ感じ、このバンクどうですか。うわ、走りにくいって聞いたんですけど、なんか走りやすくて、走り、いや、走路がね、はい、解消されて走りやすくなったと思うんですけどね、はい。それにしても本当にこのバンクにあったような走りで、はい、まあ、あと2日間ありますから。あ、どうもありがとうございます。頑張ってください、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。ではもう一度決定です。第4レース1着4番古谷聡、2着2番川原、3着9番大井、連勝短式枠番4と2の組4950円、車番4番2番12200円でした。